本当何本やろ、でも100は100は100いってます、超えてる、はい、200ぐらいでしょ、いってるかな、いや多分もっといってます、いってるかな、いやまあ10年目なんで、さすがにですよね、500500は行ってないと思うけど、1000円、じゃないよ、500は多分行ってないですよ、いやでもまあ300ぐらいは、いや俺ウサギに見せてないのもあるから、うわすごい、作ったって言えるのか、と多分1000行ってますね、すごいな、いっぱいありますね、それに対して漫才って何本ぐらい、漫才はでも最近結構やることが多くなったんで、うん、ちょいちょい作って今5、6ぐらい、5、6ぐらいですかね、ほんまにやっぱりコント師さんなんですね、そうなんですよ、でもやっぱ漫才の大会が多かったりするから、やっぱ漫才でね顔を打って、で実は俺たちコント師だみたいな、はい、そうですね、はい、そうめっちゃ多いですね、その前認定漫才師に選んでいただいた時3年前ぐらいか、はいはい、その時はもうなんか新しく来ていただくお客さんが、もう漫才大好きですって言ってくれて、僕ら普段コントしてるんですよって言ったら、うん、コントしてるんですかってその知らないぐらいの感じだったんで、やっぱ漫才の方がすぐ知名度上がりますね、ね、見てる人多いですよね、はい、まあ、コントした時にあちょっと漫才見たかったなって言われるとかもあるんで、はい、漫才が見たかったですみたいな、嬉しいけどちょっとなんか複雑、はい、複雑ですね、はい、でも今はあコントの方見たかったなというパターンも結構あるんで、まあほんまに大谷翔平ぐらいですね、大谷翔平、はい、ピッチャーの方どっちも見れますもんね、大谷翔平は、大谷翔平で、それあのさっきねこれ回ってない時にね、はい、言ったやつちょっと受けたから言っちゃったからそれバラすんだよ、今その二刀流の話だったら絶対サウトからダメでしょ、まあね、確かにその通り、今をときめく大谷選手ですからね、やらせてもらってます大谷翔平で、ね、はい、先週もね、うん、話あったんですけど、はい、うさぎさんはすごく堂前さんのこと好きだなっていうのが感じてて、あ、ほんまですか、はい、結成ってどっちから、うさぎさんからやっぱり声かけたんですか、あー違います、堂前からですね、あらですね、多分、はい、多分、うん、はい、多分じゃないです、絶対です、僕はなんか、うさぎさん覚えてる、覚えてます、うん、もう堂前さん覚えてるんじゃないですか、どんなやった、NSC その吉本の養成所でまあ出会ったの、出会ってたんですけど同じクラスで、うん、でまあ一緒に遊ぶようになって、で遊んでる時に僕はもうほぼ辞めようと思ってたんですよ、芸人を、もう無理だってなって辞めようと思ってる時に遊んでたら他のコンビを堂前組んでたんですけど、はい、ちょっとそれを、解散するから、解散したら組んでほしいって言われました、何か光るものがあったウサギさんに、あったのかな、あれ、あったんじゃんと、まあ、でも多分楽そうやなっていう感じで、あ最初まあ一緒に遊んでて、まあ、笑うとことかも別に一緒やったんで、まあ、でも大事、困って、そんなに別やる気もめっちゃあるタイプじゃないから楽そうやなっていう感じで多分組みましたねよくないな組み立てたんですよ、あんまり、でもめっちゃやめとけやめとけ言われました、周りに、はい、なんか僕の耳にも届いてましたもん、やめとけってなんか漏れてるぐらい、その頃ほんまにもうやめかけのはいはい、そうで、もうやつやったんで、 NC にも行ってないぐらい、あで何もしてないから、うん、いやあんなやつ組んでもしゃあないでっていうのを、うん、周りに言われてるのが漏れて僕の方にも来ました、めっちゃ言われてるやんこいつっていうぐらい、はい、でも組んでみたらすごくピタッとハマってうさぎさんの方が好きになったって感じなんですね、あ僕ははい、もともと面白いとはちょっと思ったけどお前は、うん、でもやっぱ組んだ最初の1年ぐらいはもうずっと遊んでもってて2人で、はい、まともなことはしてなかったです、まあ、一緒に遊ぶんですよ、じゃあ今でも仲良し、今でも全然、はい、はい、この前旅行行きました、2人で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 、仲良すぎるなと思う、何人かで一緒に行ってました、そのメンバーはメンバーも全員芸人ですけど、後輩とか、言います、うん、14人いますよ、14人は多いや、例えば誰がいるのかなって、例えば、はい、ここで名前出たら嬉しいじゃないですか、日本の社長の辻とか、あ日本の社長、はい、マユリカの坂本、あビスケットブラザーズ、金、うん、他はあんまり知られてない、言ってもブービーバービー通行とか、いいですね名前が、あ、うん、シカゴ実業、シカゴ実業の山本プロ野球と七夜行き、両方来てます、両方来てます、七夜行きもと壁ポスター、壁ポスター、はい、二人とも来ています、はい、あともみちゃん、もみちゃんず、虹、しげかずです、しげかずです、ぐらいか、あ、ケント深谷、ああ、はいはい、
かよ。検討かよ。そのメンバーでどこ行くんですか。白浜行きました。近いところで。いいね、いいね。いや、よう行ってる。3回目ぐらいでもう。あ、そうなんですか。毎年行くぐらいの。楽しそう。もう毎回同じルート行くんですよ。どこ行くんですか。最初は白浜。白良浜。白良浜行って、で、先の湯。はい。先の湯行って。はい。で、旅館行って、で、2日目に。トリトリ市場行って、うん、で調整の湯行って帰ってきて打ち上げだみたいなのを毎年同じルートで、はい、いいなぁ楽しいですよ最強のルートだったよね。わかります。私南部町出身なんで、はい、白浜めっちゃ近いんで、はい、大体そのルートですね皆さんね、はい、あそうなんですね、はい、同じルートで楽しいから同じルートメンバーが楽しかったらどこ行ってもいいんですよ、ね、そうなんですよ同じのでも楽しい、ねうん、むちゃくちゃ楽しい、うん、夜とかも盛り上がってお酒飲みながら、はい、だって明日朝あるのに、うん俺6時ぐらいも起きてたもんなこの2人、うん、え2人で2人じゃないけど、5人ぐらいよいたんですけど、うん、起きてるの楽しかった。むっちゃ楽しかったですね。昔の芸人さんとやっぱり今の芸人さんのこう関係性っていうのもやっぱもう変わってきてるよね。ライバル同士っていうよりはもうみんなで仲良く切磋琢磨して頑張っていこうみたいな感じ。はい、はい、もう今仲良くやってますね。